皆さん、こんにちは。この動画は、総合人間科学部教育学科の学科説明の動画です。私は、学科長の上野正道と申します。ここでは、上智大学の教育学科がどのような学科か、そもそも教育学とはどのような学問か、さらに、本学科の学びとカリキュラムの特徴などについて説明します。後半は、教育学科の学生たちによる学科紹介の動画もあります。ぜひ最後までご覧ください。では早速本学の教育学科の説明を始めましょう。まず今お見せしている写真ですが、左側が教育学科の酒井明教授、右側が私の講義の一コマです。どちらも学生が皆楽しそうに充実して学んでいる様子が伝わってきます。教育学科では講義やゼミを通して教員と学生や学生同士が教育をめぐる様々な問題について対話しながら深く考えていくことを重視しています。右側の写真の下に人が育つ、人を育てることを学び、人間の尊厳への洞察を深めていくと書かれています。私たちの学科は人間が育つこと、人を育てること、そこには教えることと学ぶことという具体的な行為も含まれますが、それらを人間形成のプロセスの総体として捉え、人間とは何か、そしてその尊厳に対する洞察を深めていくことを目指しています。他の大学にも教育学科や教育学部は数多くありますが、それらの多くは教員養成を主たる目的としています。しかし、上智大学の教育学科は、今述べた人が育つこと、教え、学ぶ行為の総体を理解することを通して、教育や人間形成への問いについて深く考えることを目的としています。もちろん、本学科でも教員免許を取ることができ、教員になる人も毎年います。しかし、本学科ではそれだけではなく、様々な進路に向けて進む人を想定しながら、人はどのように生きているのか、どんな社会を目指していけばいいのかを考えるための機会を提供したいと考えています。そして、この人が育つ、人を育てることを学ぶということを掘り下げていくと、そこには様々な問いが含まれていることがわかります。例えば、最初の問いは、人が育ち、人を育てるとはどのような営みなのかというものです。これは、教育とは何か、よく生きて、よく学ぶとはどういうことなのかという問いにもつながるものです。二つ目は、今日の社会で子どもたちはどんなふうに育っているのかという問いです。また、時代や社会によって教育の営みはどのように違うのかという問いもあります。三つ目は、子どもたちに何をどのように教えればよいのか、具体的には学校の学びやカリキュラムをどのようにデザインするのかという問いです。皆さんも小学校や中学校、高校時代を通して学校でたくさんの時間を費やしてきたと思います。教育学科では子どもや生徒の学ぶ側の視点だけではなく、それに加えて教える側、つまり何をどのように教えるのか、学びやカリキュラムをどう作るのか、より広い視点から教育について考えます。それには私たち自身がこれからの社会をどのように構想するのか、そして次の世代の人々に何をどう伝えていけばいいのかという大変大きなテーマについて考えることが必要です。そして4番目は、現代の人が育ち、育てる教育のプロセスに、どのような課題や問題が見られるかという問いです。例えば、今日、子どもの貧困ということが言われ、経済的に苦しい家庭で育つ子どもが、大学進学で不利益を被る傾向が見られます。そうした問題の現状や、その解決策を考えることも、教育学の重要なテーマです。また、目を国外に転じてみると、多くの途上国でも教育に力を入れていますが、
女性の著しい教育機会の不平等や質の高い教員の不足などの様々な問題を抱えていることも見えてきます。そして5点目は、急激な社会のグローバル化が教育にどのような影響をもたらしているかという問いです。海外の学校やカリキュラムはどのようになっているのか、日本の教育と諸外国の教育を比較すると何が見えてくるのかといった課題もあります。以上に見てきたように、上智大学の教育学科は教育について総合的多角的に学ぶことを大切にしています。そしてこのように教育について総合的多角的に学ぶために、教育学科ではカリキュラムを大きく3つの領域に分けて編成しています。一つは基礎的領域です。様々な教育論を学ぶ教育哲学、日本の教育の展開を追うことで今の教育が抱える課題を考える手がかりを得ていく日本教育史、社会の変化と教育との関連を分析考察する教育社会学の3つの科目群で構成されています。2つ目は実践的領域です。ここは教育とは何か、学習をどのようにデザインするかについて思想と実際を結びつけて学ぶ学校教育学、子どもや教師が抱えるさまざまな教育問題を扱う学校臨床社会学、これからの新しいカリキュラムの編成原理や授業のあり方について学ぶ教育方法学の3つの分野で構成されています。3つ目は国際的領域です。この領域は上智大学の教育学科の最も特徴的な領域です。国際教育学はグローバル化が進み、社会が大きく変化する中で教育が持つ可能性と課題について検討します。また、国際教育開発学では、開発途上国や紛争後の社会における教育と開発、および教育分野での国際協力のあり方を学びます。さらに、比較教育学は、世界の様々な社会の教育を、それぞれの社会的要因や政治的要因と関わらせて学ぶ分野です。この他にも学校外教育や成人の教育、教育の行政について学ぶ科目など多様な選択科目も揃えています。これら3領域で構成される教育学科のカリキュラムの特徴は、第一に教育について幅広く学べるということです。2つ目は、そうした中で各自が何を専攻するかは入学後じっくり選べるということです。学んでいく中で追求してみたいテーマが見つかったら、それをしっかり深く学ぶ、そういう学びができます。下にあります表で、カリキュラムについて1年次から4年次までの主な科目をどのように履修していくのかをご覧いただけますが、全学共通科目や学科科目、そして3、4年次には演習とされるゼミや卒業論文を履修して、各自がより専門的に学びたい内容について考えることができるようにしています。3つ目は、上智ならではの豊かな国際性です。選択科目には英語の科目もありますから、ぜひチャレンジしてください。次のシートのタイトルは、グローバルな学びと書いてあります。これは上智大学が全学的に大切にしていることですが、留学を含め様々なグローバルな学びの機会を豊富に用意しています。今はコロナのために留学も制限されていますが、それでも本学では海外の大学とオンラインで一緒に学び機会を提供するなど、様々な工夫を凝らしています。また、交換留学や短期留学、あるいは国際インターンシップの機会も提供されています。教育学科は留学してもゼミも必修科目も取って4年間で卒業できるようにカリキュラムを工夫しています。また、3番目のソフィアプログラムフォーサステイナブルフューチャーズ、通称 SPSF というのは、本学が昨年から導入したもので、持続可能な未来について4年間英語で学ぶプログラムで、
教育学科もこれに参加しています。それでは、こうした様々な学びを深めていく教育学科の卒業生は、どのような進路についているのでしょうか。ここに挙げたのは、最近の卒業生の主な進路先です。一つは、アメリカ、イギリスといった海外の大学の大学院や、本学も含めた国内の大学院への進学です。本学の教育学専攻でも、日本語修学に加え、英語での修学もあり、多くの大学院生が学んでいます。もう一つは、公立、私立の学校の教員です。教育学科では、中学校教諭一種社会、高等学校教諭一種の地理歴史、公民を取得することができます。また、他学部の科目を履修して、他の教科の免許を取得する学生もいます。さらに、国や地方自治体の公務員になる卒業生や、予備校や学習塾などの教育関連の企業に就職する卒業生、国際機関に勤める卒業生もいます。それ以外にも、様々な一般企業の就職先があります。最近多いのは、マスコミや IT 系、経営コンサルタントの会社です。また、銀行や不動産関係の企業や、鉄道、航空、旅行業などの関連会社に進む方もいます。教育学科の卒業生は、本学科での学びをもとに、各自の興味や適性に応じて、多様な進路を選んでいます。最後に、各科目を担当する教育学科の教員を紹介します。最初は、基礎的領域担当の教員です。鈴木博史准教授、相沢真一准教授、湯川克美教授の3名が担当しています。湯川教授は幼児教育の歴史が専門で、この領域の第一人者です。実践的領域の3名は、酒井明教授、那須正博教授、そして私、上野正道の3名です。酒井教授は現在、総合人間科学部の学部長をされています。また、那須教授は、今の学習指導要領の改定に深く関わった研究者で、全国各地の学校で授業やカリキュラムの改革に従事しています。国際的領域は、杉村美希教授、マリア・マンゾン准教授、小松太郎教授の3名で担当しています。マンゾン准教授は、SPSF プログラムの担当で英語で授業をします。このように教育学科は大変充実した教授陣を揃え、皆さんの入学をお待ちしています。それでは次に昨年学生が作った学科紹介の動画をご覧ください。こちらに出てくる学生は1年生をサポートするヘルパーという役目を担当する学生たちです。上智大学はこうしたヘルパーの制度がしっかりしていて、1年生が大学に入学した際に学習面や生活面で困ることがないようにサポートしています。ぜひご覧ください。こんにちは。総合人間科学部教育学科3年の鈴木浩一郎です。今から教育学科について紹介をしたいと思います。まずはじめに、教育学科でどのようなことを学ぶのかについて説明します。教育と聞くと、学校の先生になるための授業が多いのではないかと考える人が多いかもしれません。もちろん、教育学科で4年間学ぶことで、教員免許を取得することが可能です。しかし、それだけではありません。四谷キャンパスには、ほぼ全ての学部が集約しており、自分の興味や関心に合わせて、比較的簡単に他の授業を取ることが可能です。それゆえ、将来のキャリア選択において、教員のみならず、幅広い選択肢を考えることが可能です。次に、入学制度について説明します。上智大学では、入学制度がしっかりと整っております。様々な種類の留学形態があり、行き先や時期も人それぞれです。夏休みや春休みを活用して、短期で留学に行く学生や、1年間をかけて長期で留学に行く学生もいます。中期で留学に行く場合は、2年生や3年生の時期に行く学生が多いです。その場合は、1年生の頃から留学についての情報を集めたり、留学の選考条件となる英語の試験の勉強や、
授業で良い成績を取るために日々努力しております。教育学科では1年間留学に行っても4年間で大学を卒業できるよう配慮された必修科目のゼミが開講されております。さらにグローバル教育センター長という留学について詳しい教授もいらっしゃるので、少しでも留学について気になることがあればすぐに聞くことのできる環境が整っております。上智大学では様々な国籍の学生と共に学ぶことができます。韓国や中国などアジア圏からの学生が多いですが、ヨーロッパなど他にも様々な国からの留学生と一緒に勉強することができます。このように多種多様な学生が在籍しているので、学内では様々な言語が飛び交っています。留学生は各学年に在籍しているので、留学生の先輩とつながりを持ったり相談したりすることができます。また上智大学では2020年度秋学期より授業科目を英語で履修するプログラム、ソフィアプログラム for Sustainable Futures SPSF が新設されます。 SPSF では自分の専門分野を学ぶだけでなく、科学科の科目を履修することで国や地域を超えた地球規模の課題解決に取り組みます。教育学科にも SPSF は今年度の秋学期から導入されますので、より一層多種多様な学生と共同しながら学ぶことができます。ぜひ SPSF についてもチェックしてみてください。次に、教育学科にはどのような学生がいるのか、また教育学科に所属する学生がどのような活動をしているのかについてご紹介したいと思います。結論から申し上げると、本当に様々な活動をしている学生がいます。例えば日本国内の小学校や幼稚園児を相手に野外活動を通したボランティアに参加する学生もいれば、国際協力に関わるサークルに所属し、国際協力に関心のある仲間と一緒にインドへ渡航し、現地の教育支援に主体的に携わる学生もいれば、大学のプログラムを活用しカメルーンへ渡航し、国際機関を巡り現地の大学の授業を受け、大学では得ることのできない現地のリアルな課題を肌で感じてくる学生もいます。またそれだけではなく、体育会活動やサークル活動に力を注ぐ学生もおり、本当に多種多様な学生がそれぞれの分野で活躍をしています。最後に教育学科のアピールポイントを紹介させていただきます。教育学科の魅力はたくさんありますが、その中でも一番の魅力は教授や生徒間の距離が近いところです。教育学科は比較的少人数の学科なので、学科内の仲がいいです。また、同期との横のつながりだけではなく、先輩との手のつながりもあります。他の学科は例年開催されているオリエンテーションキャンプが終わると、先輩と協力会が少なくなりますが、教育学科はオリエンテーションキャンプ後に私たちヒルパー主催のお花見やピクニックといったイベントを通して、同期との仲を深めるだけではなく、先輩との交流もできます。今年はコロナウイルスの影響で開催できなかったオリエンテーションキャンプの代わりに、履修登録会やリポート書き方講座などといったオンラインイベントを独自に開催しました。このように、どんな状況でも新入生に寄り添い、継続的にサポートしています。さらに、生徒間だけではなく、教授との関わりもあります。教育学科の教授は、生徒に寄り添い、親身になって相談に乗ってくれます。教育学科は、アットホームな雰囲気なので、皆さんも私たちと一緒に大学生活を楽しみましょう。いかがでしたでしょうか。教育学科に少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。教育学科一同、皆様のご入学をお待ちしております。